アメリカワニは、クロコダイル族に分類されるワニの一種。アメリカ合衆国、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア北部から西部、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、ベネズエラ北部、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ南部から、西部最大全長6.5メートル。興奮は細長く、規模の1.75から2.5倍。 興奮の基部は、コブ状に盛り上がる。頸部に並ぶ鱗は4枚で、セリンバンとは、離れている。背面に並ぶ大型の鱗は2から4列に不規則に、並び、リンバンが発達し、突起状になる。体色は青みがかった、肺褐色で、黒褐色の横縞が生える。交際は、青緑色。寄水域や海岸、河川の下流域、湖沼などに生息する。植生は、 動物食で魚類、爬虫類、鳥類、小型哺乳類、甲殻類などを食べる。家畜や人間を襲うこともある。繁殖形態は乱生。水辺の地面に穴を掘ったり、土や砂を積み上げた、塚状の巣を作り1回に20から60個の卵を産む。卵は3ヶ月で孵化する。カイマンは本来はカリブ海の原住民が本種に対して用いた故障だったとされる。 また、ケイマン諸島は本種が多く生息していたことが名前の由来とする説がある。人を襲うと思われがちだが、性質は臆病で、人を見ると逃げてしまうことの方が圧倒的に多い。川は川製品として利用される。開発による生息地の破壊や川目的の乱獲、害獣としての駆除などにより、生息数が激減している。そのため、生息地では、 法的に保護の対象ととされているることもある一方で、キューバでは、本種とキューバワニを同所に囲いを設けて保護した結果、交雑し、遺伝子汚染を引き起こすという問題も発生している。キューバの個体群は、ワシントン条約付属所2ありがとうございます。